初心者におすすめの馬娘に対するみんなの反応。初めてのガチャ、とりあえずリセマラ中なんだけどキャラよりカードの方がいいの？新人。初心者だ、丁重に囲め。圧倒的にキャラ、モチベーションが違ってくる。最終的に必要なのはカードだけど蓄財の産物なので始めたばかりならキャラでいいと思うよ。まずはチームレース用の各客室の担当が欲しいよね。最初はまず気に入った馬娘をお迎えするのがいいわな。新規で始めると現在までのキャラ引き換え券とかもらえないんだっけ？ミッションで初期星3引き換え券もらえる。優勝で今実装されてるキャラまで選べるチケットが買えるぞ。じゃあ初心者におすすめな馬娘を。ロブロイかな。可愛いと思った子だよ、だからこのライスを育ててみようか。やっぱりオセイソ5かな。まあ第1ルビーかな。マジレスするとオグリ、でも牛を育てる方がいいだろう。ハルーララは初期から手に入るぞ。やっぱり爆心王じゃない？なんだかんだ強いよ、いろんなところが。アストンマーちゃんをよろしくお願いします。マーちゃんは育てやすいよね。フクキタルはなかなかコミカルなシナリオで初心者向けだよね。初心者におすすめなのはやっぱり負けた時にグッとくるイベントある娘かな。KS ミラクルを育成して脳を焼かれてほしい。初育成ケイちゃんは脳みそ焼かれる。ライスシャワーだな、リリースした時おすすめされた。大体シニアハルテンのマックイーンが壁になったな。キングかライスかな。キングってストーリーはいいけど因子が揃ってないとレース勝てないし育成が難しいイメージ。URA ですら苦戦する時期でしか味わえないのがキングシナリオの醍醐味だと思う。今は本当に個人の好みで始めればいいんだよね、引ければだけど。星1、2組だとチュートリアル出すかと破格の性能爆進で。改めて星1、2のメンツ確認すると本当に凄すぎて笑っちゃう。なんだこの化け物揃いは。トプロ初育成の時偶然だがクラシック3冠が史実通りの結果になった時妙に嬉しかった。初心者なら客室は逃げか先行で強いライバルいないのがおすすめ。ユニちゃんも泣けるいいシナリオやで、みんなでイタリア系関西人になろうや。初心者に最初に進めるシナリオとしては異質すぎるのが悩みどころさん。まずユニちゃん5になれないとな。今年の白馬から始めたけど、キャラもサポカも有料確定ガチャだけは逃さず課金して引いていったらキャラの引き換え券は余裕ある感じ。月イベで勝ちたいのか、それともキャラをめでてストーリー堪能したいのか、まずこの2択でやることはだいぶ変わる。どんなコンテンツでも初心者が入らないと廃れていく、初心者は大切にして沼に沈めねえとなー。考えてみりゃ当たり前だけど今なら行くのがおるんだな、頼もしいったらないなー。刺さるキャラが見つかるといいね。そうすれば横の広がりができてこのゲームが好きになる。シナリオ的にはエースを推したい、CB とのライバル関係だったり応援してくれる人たちの熱さと爽やかさがすごくいい。王道の人気者よりもそれに立ち向かう人や馬の方が好きな人には刺さる。ぶっちゃけみんないい娘なので股間にテンときたのを選べとしか言えない。性能以外ならキャラストを見て、己の心のデジタルに従え。先生、全部刺さって剣山みたいになったんですが。心のデジタルは馬娘総推しだろうしそらそうだよな。大丈夫、剣山仲間の俺たちがついてるぞ。リッキーは造形が素晴らしくて見るたび惚れ惚れして満足度が高い。マーちゃんやミラクルを進めたいけど精神的に来るかもしれないから、タキオン、パールさん、冗談を押しておこう。芝、ダート、全距離に対応可能、固有も強い、オグリー地帯あれば何にでも参加でき勝負になる、初心者は必要でしょ。いるといないとで軌道に乗るまでの難易度が激変します。捨て成長も所持スキルも強くて、育成が安定して因子なしで、ダートも走れるのが本当にありがたい。育成や性能以外の話だと、育てればみんな好きになると思うんで来てくれた子をめでれば良いと思います。騎士ミラクルです。一緒にお好み焼きを食べてくれるトレーナーさんを探しています。子供が始めたので横で見てたんだが、うららのシニア12月で泣いてしもうた。俺が守護らねば、の前のめりになれる娘がいいんでないかな。あと、
細ミラクル以降の娘たちって登場キャラ数が多いからストーリーが熱く感じられて満足度が高い。初心者に DKPI でいいのか？チュートリアルが出すかの時点でもう手遅れ。真面目な話をするとリセマラするならサポカの方がいいと思う。初心者だからこそ育成を楽にするサポカは大事だもんな。キャラは育成を楽しみながらいろいろなキャラを知った上で自分に刺さる娘を見つけた方がいい。スタシャカとかの入場券レベルのサポカをリセマラで 2,3 枚引いとけば今後楽になるからな。囲め、逃がすな丁重に沈めろ、競馬場への誘導も忘れるな。マチタンも基本コミカルなシナリオの中で来る JC とヤッターが強いぞ。激マブでちょべりぐなお姉さんか、シングレも楽しめる足毛の怪物たちか、俺の一押しの成田ブライアンか、悩むところだな。ロブロイシナリオのクリス S も、インフレが加速した今では強敵ではなくなったか。ラインクラフト、デュランダルなんかはそこら辺を気にせずに次はもっと上を目指そう、と繰り返し育成できる子だと思う。やはり爆心は全てを解決する。リリース開始組だが星雲スカイ、UAR で8馬身差をつけるアンスキは今でも現役さ。最初は長距離路線じゃないキャラの方がいいかもね。今でも春天目標レースの子はなかなかお辛いことになるんじゃなかろうか。基本的に育成途中で1着取るレースあるのはやめた方がいいんじゃないかな。初心者引き換え券で迎えられる中ではオグリや待機などが強い。なんやかんやで出すかな、使いやすいし。やっぱスペちゃん、シューティングスターでどこでも雑に何でもこなせる資金回復もあって全身全霊持ってる。トライアンドエラーを恐れなければ誰でも大丈夫。シナリオの厚みは最近のキャラが有利だよな、絡めるキャラの数が違う。まあ星蓋の中では行くのがダントツかな、全距離走れるのもありがたい。使いやすさ、王道ローテ、ライバルとの熱い戦いという面でブルボンがおすすめ。ゲーム性ならオグリデジタル、ストーリー重視なら重めのアルダンミラクル、特に意味はないけどフラッシュゼファー。マックマチタンリッキーはジュニア QG1 を舐めるなよ的な意味でおすすめにっこり。見た目ならどの娘も可愛いので気になった娘を育成するのが一番いいだろう。少し頑張ればどこでも行けるマルゼンかな、単なる推し。芝も悪くないスマートファルコンもどうかな。稲荷かロブロイかマーベラスでしょ。頭さえげかお前は。初心者は濃い味付けのシナリオで脳を焼け、俺は中山を押すぜ。サポカが揃わないうちにキングやネイチャはやってほしいね。ガチャゲーなんてどうせすぐ環境変わるんだから股間に従えばいいんだよ。自分の好みで選んで、ストーリー見てさらに好きになってくれ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。